ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ今回はザ・マッシュルームキングダム、ん?ザ・マッシュルームキングダム10パーク。え、めっちゃ楽しそうやんめっちゃ楽しそうやん、いいやん、いいやん。マッシュルームキングダム10パークス、ギミック系、そんなテーマパークが欲しい。何もできないのか何もできないの。あ、ここなんかあるん?でも行けない。あ、こっちから上がるの。え、すごい、なんか、え、行けなかった。あれや、オンオフスイッチ。オンオフスイッチはどこ?え、乗れる。イエーイ。行った。超敵おるんやけど。怖い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 。待って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 、怖い怖い怖い、助けて。ちょ、邪魔。キャーめっちゃ、ちょ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 、おい、お前ら、おい、お前ら、私にその鍵の元を。あ、あっちに。ちょ、はい、10コイン。ふぅ、踏んだり蹴ったりだわ。つらい、つらい。ちょ、邪魔。ちょ、君ら邪魔。ふぅ、脱出。で、鍵の元があと、1、2、3、4、5、6、6個いるんか。え、ちょっと待って。この上は?あー、びっくり。なるほど。ワンナップ。あ、この中にありそう。鍵の元。あ、ほらほらほら、あったあった。イェーイ。で、スススーっと降りてく。ね、オンオフスイッチは?ね、オンオフスイッチは?え、てか、ここ行けんくね?は。あの、行けないんですけど。あ、こっちからもしかして。いや、行けるわけないやん。行けるわけないやん。観覧車じゃないこれ。え、違う?観覧車だよね。イェーイ。やった、10コイン。ね、鍵あった。はい、鍵の元ゲット。あ、スターや、これ、無敵の。なるほど。ちょ、ちょ、下ろして、下ろして。で、この中には?戻ってきた。戻ってきた。え、なんもなかったよ。はい、この中は、お、お、かわいい水族館みたいな感じ。でしょう。鍵の元はどこでしょう。ゲッソーや、ゲッソー、いてててて。ぷくぷくと、ゲッソーと、で、これってさ、赤いやつも緑のやつも両方ぷくぷくって名前でいいんかな。ゲッソーに羽が生えてる。かわいい。ここはちょっと不気味。よっ。ひえ。ひえ。なんだか猛烈に怒っていらっしゃる。あれやん、さっきの。乗り物に乗っ取ったやつやん。はい。よし、この中でとりあえず鍵の元2個ゲット。あと2個や。さあ、あと2個はどこでしょう。あ、あー。助けて。ちょ、待って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 。めっちゃ順調に降りた。はい。はーい。戻して。で、あと2個。あと2個。この中にありそうじゃないっすか?どこや?え?あったー!あっこの上にある、あっこの上に。ね、ちょっと連れてって。なるほどね。ぴょんぴょんせんでもよかったわ、全然。あ、助けてー、痛い。弾き飛ばされる。はい、そして、次はあっちの上かな。あっちの上どうやって行くんや。普通に?お、ジェットコースター落とされた。落とされた。じゃあ、あの、乗らせてください。ここからでも乗れる?帰ってきてー。帰ってきてー。どこに、いた。
途中から乗るやつ。お、いいね、いいね、いいね。で、か、鍵の元あんなところに。ね、あっちに行ってほしい。早く早く。行ってくれる。焦らなくても行ってくれる。やったね。え、で、あとは？あ、やった！鍵ゲット！で、ここだ。オッケー。あれ？オンオフスイッチは？ないの？結局。これや。はい、30コイン。あ、で、こっから出てくるんやね。ええー、なるほど。最初に戻ってきた入り口や。あ、一日中遊んで夜になったよ、もう。とっぷりと日が暮れて。これなんか書いとる？なんか書いとるっぽいけど、あ、enjoy。私、水色の方読むんかと思った。はい、ごめんなさい。win。MVP。イェーイ。キノコのお城や、キノコのお城。なんかあのキノコ超震えよるよ。振動がすごいよ。これエンディング？テレサや、テレサ。ウォーンテッドマンション的なやつですか。そして、はい。スタッフロールみたいなね。なんか、今まで出てきたキャラクターたち、総出で、お迎えいたします。みたいな。私は心の中で、平和に安全に守られてるから。多分このまんま、旗のところに、あれ？扉や。イェーイ。そのまんま旗に行くと思ったけど違った。50コイン。え、でもこれ。ちょうだい。普通に。ん？こっち何？あ、ここゴール。逆にあっちの扉の中の方が違ったのか。はい、コースクリアー。いいね。楽しかった。ね。やっぱテンパークは一日中遊ぶのが楽しいよ。何の話やねんって感じやけど。はい、ザ・シン、間違えた、シンギングって言った。ザ・シャイニング。間違えた。ちょ、待って待って。ザ・シャイニング。ギミック系。HD リメイク。リメイク版？ザ・シャイニング。え？それは？あの、ホラー映画のシャイニング？ではなく。あ、ホラー映画っぽい。ただし、私は題名を聞いたことがあるだけで、内容は一切知りません。これ、上もなんかあるんやない？何もない。題名しか知らないから、これ237ってなんか意味があるん？え？ちょっと待って。ねえ、ちょっと待っ、ほ？あ、こっちにドカンあるやん。やだ、音が怖い。これはどんどん下に下がってったらいいんかな。ん？でもここ上がれんくね？上がれる？上がれた。上がれた。237がそのうちなんか意味を持ってくるの？これ一番下まで行けばいいんかな？あれ？こっちか。あ、あ、ここにドカンがある。雰囲気が気持ち悪い。あ、中間や。あ、鍵。なになになに、キモい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 。あー！解き放たれた。大量のワンワン。シャイニングって。なんかパンデミック系とかそういう感じかな。よくわからんけど。はい。なに？レッドラム。レッドラムってなんすか？バー。バー？バーのママさん？テレサ。よくわからん。よくわからん。多分その、いい！ちょっと待って。そのシャイニングを知っとる人からしたらなんかいろいろとより一層楽しかったりするんかな。いてえわ。え、待って待って待って。入ってくんなし。あー！ふぅ！ギリギリ！ちょっと待って、上の文字読めんかったやん。読みたかったのに。あ、それなんかめっちゃ追いかけられる系の、めっちゃ追いかけられる系の、ホラーってことかな。あ、これさっきと、あれやねん。あの、コース的には石やないん。違うかな。なんか落ちる場所とか一緒な気がするんやけど。くんな。くんなよ。
よっしゃー。で、何もない。オッケー。そうやってビビらせないでいただけますかね。あ、もうゴールじゃない。イエーイ、やったーやったー。パンデミック系でなんかいろいろと感染から逃れていく話？シャイニング。なぜか題名だけ知っている。はい、それじゃあ、次は、ザ・ミステリー・オブ・ラスター・レイク。これはやったやつだね。やったやつだね。ついとったわ。ザ・マジック・ミラー。謎解きギミック系。はい、遊びましょう。上下で、反転しとるってこと。謎解きギミック。反転っていうかもうなんか鏡合わせ。あ、上下じゃないね。普通に。あれは鏡のな、いててて。あ、なるほどなるほど。鏡の中のこの位置に、何？ボックス、ハテナブロックがあるけん、その位置を覚えてやればいいと、そういうことですね。ふう、びっくり。ここにもなんか、鍵！イェイ。あ、そんな感じで解いていくんや。なるほど、なるほど。間違い探し的な感じかな？はい、ええ、ちょっと待って、これ、さっきの逆か。さっきの逆ってことは、ああ！ほう。え、ってことは、あれやん。ここ。あ、そういうことか。は、ここに鍵が。いい怖い、怖い、怖い。でしょー。あとは、あ、あっち側、この辺に、ハテナ、ブロックが、ある、あれないやん。え？ハテナブロック？どこ？え？なくない？あ、このあたりか。はい。パワー。あれ？そっと置いた。ちょっと待って。はい。これで？何が？なるの？別に何もならない。あ、足、なるほど、足場ができたってことか。はい、中間。からの、この辺をきっとぐるぐると回っているはず、ないんですけど、え？ここ？あ、出てきた。出てきた。よし、乗ります。そして、この辺に、はい、ブロック、からの、こっちか。はい、ブロック、よいしょ。うお、びっくりした。あ、そっか、そこにもあるのか。はい、オッケー。このあたりか。はい、出てきた。テレサは出てこなくていいんですけど。あれ？これは？え？これは？なに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 ？いた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 。あれ？あ！よし、オッケー。鍵。ブロック増えたやん。鏡になってないやん。あれ？ちょっと待って。これは？お？これは、どうなってる？パワーブロック持ってこんといかんかったってことかな？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。違うな。あー、そういうことか、そういうことか。ということは、この、あれ？このあたりに、ない？あ、ここか。で？よいしょ。あ、違う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 。は違う。ほい。オッケー。入らせて。はい、中間。なんかさっきも見たような。この演出は一体何なんやろうな。ゴム兵が鏡の世界を壊したことによって、何かしらこれまでとは違ったことが起こっているのではなかろうか。
なんだ？これ、ちょっとよくわからないんですけど。この上に行きたいんよね。あ、でもこの上に行きたいって言っても向こう側に。ちょっと待って。向こう側ハテナブロックがあるけん。そっか、行けんのか。ん？これ。え？なんだ？何をすればいいんだ？行き詰ま。行き詰まったー。行き詰ま。あれ？ほう？ちょいと。なんだろうか。別に特に何もないよね。この辺も何もないし。は。いや、ほ。は。何もないよね。ん？何なんだろうか。謎だな。謎だな。ん？急激によくわからなくなってきたな。この植物を伸ばしたことには何かいい。ああ！そんなところにも。そんなところにもあった。イエーイ。それは取れないんですか？それ、なんか取るための何かあったりとか。あ、なんか降りれた。ああ、なるほどね。なるほど、何がなるほど？これ以上、あ、出たー。はい、このパワーブロックで。イエーイ、100コイン。やったー、ゴールやん。はい、ワンナップ。ふぅー。ファイヤー。コースクリアー。いいね。まあ、ちょっとね。ちょっとよくわからん、鏡の世界と繋がってしまってよくわからんところがあったけど、あっこは鏡、完璧に鏡にはなってなかったってことなんかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあなんかめちゃくちゃ不思議な感じやったけど、こういう風にね、設定がいろいろあったりするコースはすごい面白い。